こんばんは。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。今ちょっと待ってちょっと待ってしか言ってないけど、本当にちょっと待って。今日暑いですね、いきなり。ちょっと待って、ちょっと、待って、ちょっと ちょっとね、結構待って、ちょっとじゃないけど、ちょっと待って、待って、ちょっと待って、ちょっと語彙力が欲しい。ちょっとね、語彙力が欲しいですね。ちょっと、今はちょっと考えること、よし、はい、まあって感じ。あ、テロップ打ちまーす。テロップ打ちまーす。
暑い。今日前髪めっちゃ揃った。アイロンしたんですけど、さっき。ブラウト3期で最初に仲良くなったのは AKB 入ってからは誰だろう、ランかな。最初はセナランで、ずっと使わない派だって。なんか別にショールームそんな長くないじゃないですかって考えてつけないんですいつも。ボサボサになっちゃった。いや、月曜の方向音ですね。改めて幸せです。爆弾さんか、幸せありがとう。明日ユーリーとサッキーさん、ユーリーさんとサッキーさんと一緒に公演だけど緊張するだって。まだしてないですね。まだっていうか しない、どうだろう、するのかな、緊張するのかな、わかんないですね。明日入れるかもだって。いえ、パジドラでセナタン見るならどの辺がいい？上手かな。上手が多いってよくみんなに言われます。まあどちらかといえば上手ですけど、でもパジドラって偏りないので結構どちらでも見れます。セナタのこと、今日のレッスンはしてないけど自主練はしてる。そう、大空のキャンバスを青く塗りして雲が流れるように夢を描いてみよう。明日楽しみすぎて震えてる。イエーイ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 。手のひらはいつだって何か掴んでるのさ、今僕が感じになる。願い叶えるチャンス。こんばんは。今日なんかいいことあったらないですよ。今日は自主練、自主練というかお家にずっと一歩も外に出てないです。家で鉄菜のダンスしたり、鉄菜の V 見たりしてた。そう、さっきまでずっと見てた V を。ダンスはもうできるので V を見て、立ち位置とか見てた。そう、愛知の握手行く予定だよ。ありがとうございます。今日はずっと自主練してた。
お家でね。そう、なんかそう、毎日、最近毎日電車乗ってたので、ちょっと今日は家でやろうと思って。明日も全部見るね、ありがとう。そう、久々の鉄なんですよ嬉しいな、嬉しいな、嬉しいな、嬉しいな楽しみだな、楽しみだな。夢のその途中はさ、振り向くのはまだ早い、夕日沈まで。鉄の手何だって、村山チーム4の公演です。セーター出てくれて湧いたってえ、でもあれじゃないの、外せないみたいな書いてなかったっけ。ゆずかと鉄撫でるのめっちゃ久しぶり、びっくり、久しぶりだね。クララも出たかった、一緒にそう、クララ、ゆずか、セナの3人で一緒に出たことないと思う、誰かがいなかった、その3人の。そうだから、なかなか出れ待ち。合宿お疲れ様。うん、チャイム好き、ワンツースリーチャイム、ラブソング愛しきメロディー流れた瞬間に姉さん、明日じゃないけど28日にいます。明日は研究生公演、明後日、明日、明後日、しあさって、しあさっての研究生公演じゃなくて、しあさっての明日、明後日、しあさっての鉄菜に、鉄菜を出ます、鉄菜ので、鉄菜出ます。モバイル限定公演と逆セーターの2回公演ます。こんばんは。恋の傾向と対策をして、どんな参加をしようがいいの、友達に相談したら、ねえ嘘でしょって笑われた。嘘でしょ、微分積分と言って分かりね。確かに特別公演2回ですね。メガネの奥にズーム、超かわいい、ウケる。伸びた髪は切ったら、思いが傷いけて、僕も主催、ああイケメン。セナさんの声って耳に入っ、ん、聞きやすい、だって。でもね、多分これ裏声で、普通にふんふんって感じで歌ってるからだと思う。普通に歌ったらうーってなっちゃうかもしれない。大変、運動部はやっぱ大変なんだ。こんばんは、セナさん、昨日の公演とても楽しかったです、ありがとうございました。いえ、もうね、セナ分かるよ、もう昨日もう見つけた、もう分かる、もう一致した勝手に、勝手に一致した。
明日のパズドラ行きます、だって待ってます。そう、モバイル限定公演めっちゃ久しぶりなんですよ多分。そう、今日ツインテール、まあツインテールはしないですね。ショールームではツインテールはあんまりしないです。そもそも買わなきゃ結ばないです。うん、チョコのやつが好き。チョコの行方って振りかぶしやすいのかな、わかんないけど。来年会はねえ教えてちょんたい、あなたの中中かな、だってあれからずっとまだ返事ないから、やきもきしてるの、あの来年会は。サビだけならできそうだね。恋逃げなんて許さん、そんなオーバーじゃなくてただ甘かっただいい、感想を聞かせて、やきもきしてるの。あ、チョコのゆくんの感想のステップ、あれめっちゃね苦戦した。てか今も別に一応上手いってわけじゃないけど、最初の頃よりはまだマシになったと思ってる。そう、じゃん、うん、ちゃ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 、よいしょ。じゃん、じゃらちゃ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 、じゃらちゃ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 、じゃるるるん。デザインスラタン、火曜水曜が楽しみ。嬉しい。わかる、ユーリーさんのチョコの行方の感想のステップすごいよ。あのね、私あれ見たんですよ、なんだっけ、合同公演、あれな、合同公演だっけ、もう HKT さんとの、そう、公演してて、してた時の、一回だけユーリーさんが鉄腕の、違う、チョコの行方やったんですよ。そう、その時すごいって思って、体の使い方がすごいです。AKB 劇場でやった時の合同公演です。 HKT さんの方でやった方じゃなくて、 AKB 劇場に HKT さんが来てくださった時の合同公演の時にユイさんはチョコの行方やってたんですよ。その時は HKT さんの方に AKB が行った時はあれです、アメピやってた。確かに、ロープの友情のラブっていつか出すの、だってロープの友情の曲が終わったら形してますよ。よく見たらわかると思う。火曜水曜のが始まって半分ぐらい、そう、半分ぐらいだって、ね、2人で1本じゃないですかロープって。だから半分のメンバーが片付けにいて、半分のメンバーがその間ちょっとだけ
数秒だけど踊ってるの。劇場でそなたのチョコの行方可愛かった。嬉しい。そう知ってる。だって知ってるよ。なんかそもそもあれですよ、あの昔の方の方々の時方が立花峯岸チーム方さんが連れてた時はゆいさんはチョコですよ。レレレウィンブルドンいいよね。ウィンブルドンも西鉄ホール行ったことないよ。そもそもね、あの福岡に行ったのはあの握手会の北九州が初めてでした。七福館やってみたい。もちろんもちろんですよ。最強可愛いダンス嬉しい嬉しい。当たりますように。当たったら来てね。彩音さんと一緒にでチームを見に行きたい。絶対当ててね。絶対当ててね。絶対当ててね。彩音さん、彩音さんと出れます。イエー。今日かき氷の日なの。かき氷食べてない。今年まだ一回も食べてません。氷は食べてます。毎日ほぼ毎日公園ある日は必ず食べてる。去年の9月ぶりすごいね。でもセナあんま出てないからね。でもね聞いてください、あとね今度2回公演出て19回なんですよ。手綱がその次もう1回いつか出た時は20回。ねえかき氷美味しいよね。これだけで食べるの。うん、なんか水筒に氷入れるじゃないですか。でその氷を食べる。でも水筒に入れてる氷ってでお茶が入ってたらそのお茶の味が氷にほんのりつくんですよ。それも美味しい。ドラフトの中で出てる方やないだって。そうだよ。セナが一番多いのかな。わかんない。キョンちゃんとどっちが多いのかわかんないけど鉄ナの回数は。でもゆずくらに比べたらセナが多いかもしれないです。お茶で氷作ればいいじゃん。やだ、それとはちょっと違うんだよ。あのね、だってお茶を飲みたいじゃん。別に氷を食べたい、まあ氷も食べたいけど公園出るときって水分必要だから。そう、でもペットボトルで持っていくと、まあ、ペットボトルでもいいんですけど氷食べたいから一石二鳥的な感じ。よいしょ。公演曲はね、大体っていうか普通にいい曲ばっかり全部やってみたい。緑茶って体にいいの？そうなんだ。でも水分にはならないからまた水分話しようとしてるけど水分にはならないので。氷はハーさんの影響。いやむしろハーさんが氷好きって知らなかったです。知らなくてそもそもで普通に氷好きで、で公園とか出てたらあハーさんも好きなんだって知った感じ。逆に水分とか来たチームオンズラさんがみんな出てるってその1回でいいから見てみたい。そうなんですよね。いつかできたらいいなってすごく思っています。セナ鉄ナを初めて出たのは8月
17だった気がする。待って、カレンダーチェック。はい、わ、天才。8月17だ。もうすぐで1年ですって積んでて。そう、もうすぐ。こうやってしてたら鼻高くなる。応募して当てるね。だって待ってるよ。まあ次いつ出るか分かんないけど。スリーショットの話面白かった。え、面白い要素ありました、あれ。嬉しい。やってみたい公演はもうダントツで僕隊です。ダントツで僕隊、これはもうずーっと言ってる。僕隊がダントツ。でも例えば恋愛中公演とリセット、もともと好きだからやってみたい。でも最近来てるのはシアターの女神公演。もともとシアターの女神公演知らなかったんですけど、今チーム B やってるじゃないですか。それで好きになりました。そう、僕隊いいよね。僕隊大好きだ私。明日の公演当たりました。ありがとうございます。楽しみましょうね。暑いな、暑いな。リバイバルしてほしい。うん、なるな、もう全部好き。もうオープニングから1曲目から好き。ずっとドリーミングガールズから始まるのもうワン2でも湧く。ワン、ツー、スリー。チャイムの歌が飛び出す。レッスン上に通い続けて、憧れのスター、目指すドリーミング。ブワーってなってる。エアコンつけた。今年初めてですね、つけた。めっちゃブワーって言ってるよ。なんで？なんでだろう。そんな暑かった？セナの部屋。そんな部屋、セナの部屋暑いか。すんごい。なんで？そんなすんごい、すごい。エアコン初めてつけた。え、やば。設定温度と今のセナの部屋の差がすごいのかな。って思って上げてみた、設定温度。ね、僕たち出たの結構昔になってる。
風の強さ自動だし、汚れてるんじゃないのって。汚れてたらつけません。私掃除したのでつけてるんです。この前掃除した。汚れなんかさ、1年そう去年の夏使ってて、で今年の夏あついつけようってつけるの絶対無理せない。掃除してないのにつけるの絶対無理。何の設定28度。これ除湿なの？冷房になってる。除湿のがいいかな今日。除湿にしようかな。さっきなんか設定が26で、そう。でうるさかったから28にしたけど変わらんかった。よいしょ。配信途切れ途切れだって。なんでだろう。なんでどうして。明日行くのだなんて、イエー。光と大きなステージで、ほんの少しずつ。翔太に明日会えると思って仕事マジ頑張れる。頑張って。でもさ、結構当たってない？結構な頻度で当たってない？すごい。すごい。前髪伸びたね。だってまだ伸びてない。これはセナの中では伸びたうちに入る。なんか伸びた時はもう本当に目のちょい下まで、いやギリギリセーフ長いけどセーフ。今日切ろうかな。なんかさパッツ目のがいいんだよね。どうなんだろう。頑張ります。頑張ってください。授乳主義ね、1回しかやったことないんだよね。1、2回。もう投げれないよ。確かに絶対出てくる。どうなんだろうね。きょんちゃんが頼んでくれたら出れるんじゃない。知らんけど。あ、弱くなった。もう28度になったのか。最近前髪切るメンバー多いんだって。いや、メンバーは多分結構な頻度で前髪は切ってるんですけど、言わないだけで。きょんちゃんの希望通るなら絶対言うと思う。いやね、きょんちゃんってあやねさんと仲いいじゃん。そう、まあ、いいです。でも多分バックダンサーでは出れると思うので、研究生なので、まあ、一部でも関われたらいいですね。前髪は巻いた時の長さを想像して切る。巻いた時にどんぐらい
どんぐらいの長さになるかなってそう思いながら切ります。今日マジね 家から一歩も出てない。久しぶり。なんかこういう日もいいなって思いました。その初日の DVD とは DVD 出てるの？離脱しましたってバイバイ。今日3回目ありがとう。もう明日本当に楽しみ。明日本当にああジャバージャのジャバージャの楽しみ。初めましてだって。はしじゅんさんありがとうございます。土日天気悪いの？やだやだ。土日天気悪いと外出たくなくなっちゃう。まあでもね、自主練習なきゃやばいから。外に分けるスリーショット楽しみにして。何のスリーショット？何の？北山咲りんごさんとスリーショット？絶対無理だよそれは。絶対無理、絶対無理。星ですか？何だろう、 NG になっちゃってる。こんな難しいずつってはなくし。さっきからさ、ドリーミングガールズが頭からハマるの。サステナブル聞きました。聞いたって、うん、見ました。録画してて、録画してて見た。めっちゃモイカ可愛かった本当に。もうモイカ可愛いしか言ってなかった。ずっと可愛いよモイカ。え、モイカ可愛い、可愛いモイカってずっと言ってた見ながら。リアルタイムで見れるわけないよね。昨日公演だからそう見れないので、録画ってさっき言いました。ね、あれも新曲披露みたいなのやるのかな。楽しみですね。本当にモイカマジ可愛い。うん。ドレスの中で一番可愛いのは誰ですかって。え、セナの好みの顔は、好みの顔でも普通に、うん、なんていうの、一番可愛いのは、まあ人それは人それぞれなんですけど、萌香、ゆずか、真帆の3人は本当にマジで可愛い。あの3人はね、もう顔面偏差値やばいね。衣装も可愛かった。とりあえず名古屋行く予定。ありがとう。皆さんサステナブルの握手会待ってます。待ってます。セロタンはやばくない？セロタン目ちっちゃいもんだって。目ちっちゃいから目大きくなりたい。あの3人マジかわいいです。本当に可愛い。うん、どうやったらあの顔になれるか教えてほしいぐらい可愛い。萌香とゆず魔法。
ありがとうの口買うよ、楽しみ、ありがとうございます。楽しみ握手会たくさんあるね。1ヶ月に1回はありますよ。イエーイ。昨日マホピョンと久しぶりに見て画面天才だと思った。でしょ、マホめっちゃ可愛いでしょとか言って、めっちゃ可愛いの本当に。今日のセナタは紫です。イエーイイエーイ。割とマジでセナちゃんが一番よ、ありがとうありがとう。ステッカーで、セナのステッカーグッズ最近ランめっちゃ、うん、最近ランめっちゃ大人っぽいっていうか、なんていうの、めっちゃ可愛くなったっていうか、なんだろう、うん、めっちゃ、うん、大人っぽい、可愛い。メイクも上手くなったのかな、わかんないけど、そんなせなメイク詳しくないからわかんないけど、とにかく可愛い。でもラン痩せたよ、うん、めっちゃ痩せたと思う。みんなが言って、セナがそう見て思ったとかじゃなくて、楽屋でみんな、え、ラン痩せたねって言ってて、そう、みんなほぼみんな言ってて、みんなが言うってことはもうすごいじゃないですか。かわいいランちゃん、ミルも持ち込む、サンジも追加する、ありがとう。水まんじゅうじゃない、ランちゃんありがとうってどういうことどういうことだよ。うん、トリコさんと喋る気がするし、イエイ、待ってるね、会えるの楽しみにして、セナタン大好き、ありがとう。可愛すぎていつも固まってしまう、やったん。握手会ではどんな話題が好きですか？特に皆さんが話したいこと話していただけたら嬉しいです。かゆい、本当になんか蚊に刺されてるんですよ、もうかゆい。一昨日ぐらい蚊に刺された。いざ本人の前に飛んじゃう、あるあるです、よく聞くそういう話。握手会行っても緊張して可愛くやなくなっちゃう。そうなのとりあえず11日会えるの楽しみ、イエイ。まずは自己紹介します、お願いします。ヨーヨーチキラッチョー
何時に終わろうかな。そろそろ終わろうかな。調子に乗る音楽なので叱ってほしい。ダメならダメと心の準備させてください。だってライバルが多いから、信じられない女の子でも、ただの遊びだったら悲しいね。試合の日には彼女誰か呼んでないかな。あの噂のチアリー。明日の配信はちょっと気になっちゃう、困ってるその顔、チュ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 。6時半とかかな、6時半とかかな。ゆでとこや好きなの？好きだよ。お弁当を作っていたやつが、早起きして作っていいか答えてほしい。早く寝なきゃいけないですね、そのために。まあ、わかんないです、何時か。わかんないけど。やばい、その字読めなくなる。早起きがさ、早とさ、ひらがなの木しか見えなくてさ、さきさんのこと言ってなかった。ダメだった。なぜならセナタンが言うから。やったね。鉄の外れた。鉄のはね、先輩がたくさんいるから仕方がない。困ってるその顔も、チチ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 チ。配信終わったら俺も寝ましたって。私は寝ないよ。私は寝ないです。私はね、いや、練習しなきゃいけないんだよ。寝ません。お、配信音は2時の追加してきます。ありがとうございます。そうですね。2時受付始まってるので、ぜひ、見てね、見てねじゃない。ぜひお願いします。練習頑張ります。練習頑張ります。ますますます。ちなみに9月22日の握手会完売目指しているので、その日よかったら、よかったらお願いします。ちなみにちなむと9月22日
がおすすめの日、おすすめっていうか、まあそうですね、どこか、どこ全部空いてるけどどこ行こうって迷ってる方は9月22日に来てくださったら嬉しいです。なんかそうね、一個のシングルで一つは完売を出したくて、それを目標としてどんどんね、それができるようになってきたら2校3校でなれたらいいなって思います。思います。全部行きます、ありがとうございます。まあ理由はですね、一番近い握手会だからっていう。皆さんもあのね、一番近い方が取りやすいかなと思って、だから9月22日にしました。あと今回のシングル一部が3つもあって、一部一部はちょっと皆さんね多分大変だと思うので一部は避けたい。そう、12月24日はそうメンバーみんなサンタさんなので、メンバーのサンタ姿見たいって方はその日もいいと思います。よき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 。一部でも会いたいから行くよ、ありがとう。そうですね、一部でも来てくれると嬉しいです。トナカイとかいたらどうしよう。いいじゃん、トナカイ。みんなサンタさんの一人だけトナカイ、いいじゃん。黒サンタみたいで、黒サンタなんてあるの？黒サンタって見たことない、人生で。よし、じゃあそろそろ終わりまーす。終わりまーす、まーす、まーす。よし、1時間やった。意外とやったな。意外と長くやっちゃった。13、予定より長くなっちゃったって意味ね。やりたくなかったとかじゃないよ。13位、アイラム肉汁さん、12位、ドースさん。11位、なこみくみまことむかパパさん。10位ティーチャーさん、9位ゆうたさん、8位めぐちゃん、7位あさひさん、6位つぼそほしいさん、5位ゆうちゃん、4位あのぴーさん、3位にこしたさん、2位ゆうくん、そして1位はひろきくんです。ありがとうございました。イエーイ。まつげが、まつげ。ギフト読みます。めぐちゃん、なにこれ、暑いねってギフトが増えたのかな。ニコシタさん、くまん。ひろきくん、くまん。マロさん、はたすけさん。あさひさん、くまん。ゆうくん、くまん。おのぴーさん、くまん。千葉県めがねさん、はっぱさん。ダオスさん、ゆうとさん、ピースさん、ひろちゅんさん、なこみくめおもいかともかいパパさん。ニコシタさん、くまん。かずさん、くまん。たっくん、そのままいきよさん、おのぴーさん、とじぎのすーさん、ありがとうございました。お、はい、ということで今日も見てくれてありがとうございました。すぐに、今日は早く寝ることを目標にします。ありがとうございました。拍手長かった。バイバイ、おやすみなさい。また明日の朝ね。バイバイ。3、2、1、バイバイ。